おはようゴンザレスパラレルです。さあ今日は BBM のマスターピース2021を開けたいと思います。はい、合計3ボックス目ですね。でですね、まあ狙い目というとやっぱり長島さんがね、直筆サインを3枚書いている。そして王さんが30枚書いている。で福本選手ね、もう90枚ぐらい書いていると。であとはまあ外国人選手のクロマティ選手とかバース選手とかブーマー選手なんかも目玉であると、野球ではね。まあその他にいろんなスポーツも入ってるんですが、やっぱり僕は野球が欲しい、ね、あとゴールドプレートなんかもありますしね、交換券。そこら辺出るんでしょうか、開けていきたいと思います。はい、こんな感じですね。では1パック目、まず最初は岩崎選手ですね。はい、裏面はこんな感じ。野球がたくさん出ますね。レギュラーか、まだレギュラー集まってないので、とりあえずフルコンプを目指したいと思います。数が出ましたね。2パック目、聖也選手、涼介選手、由伸選手、いぶし選手で本橋奈子選手ですね。バスケットボール。3パック目、柳田選手。野球はね、縦版もね多く入ってるんですよね。陸上の多田選手ですね。でプロレスの高山選手。で4パック目ですね。内川選手だ。で、はい、町田瑠唯さんのインサートですね。エバーラスティング。お、後藤美優さんだ。お、これ初めて見るな。池田光希さんですね。陸上。浅村選手、クロマティ選手、金本選手、鶴竜関、新井選手。お、王さんが出ましたよ。山川選手、陸上の山西選手ですね。なんかある。金本選手、山崎選手で、お、エバーラスティングの後藤美優さんですね。はい。寺内選手、武藤圭司さんですね。では真ん中の列いきましょう。うん、金パラかな。大野選手で、米田選手で、これは誰かな。おお、いいの、いいの出た。鈴木誠也選手と前田選手のこれは150パラですね。金紙にホロ加工が入ってますね。はい、これはいいですね。で文田選手、寺内選手、
栗山選手、おランディバース、増田選手、千代の富士関、張本くん、張本くんのサインとかもいいですよね。卓球は割と知ってる有名な選手も多く入ってるので嬉しいかな、当たれば。はい、町田選手、阿部詩さん、お古田さんですね。おサイン出ましたね。そうだな、サイン最後にしますかね。サインを最後に持っていきますと。ね、この山本選手の下がサインですね。で、吾妻選手、ソフトボールですね。新井選手、伊藤選手、高藤選手かな。はい、柔道のね。渥美選手、ソフトボールですね。で、山田選手、フェンシング。栗原選手、マー君、お、また出た、これ。これね、1ボックス目でも引きましたよ。かっこいいのはかっこいいんだけどね、2枚出ちゃう。で、次、かえこさん。これは、大野選手ですね。真ん中の列、最後です。掛布さん、お村上選手だ。外選手、内山隆選手、あ、曽根選手だ。じゃあ最後の列いきます。大島選手だ。ソン・ドンヨル選手、お、クロマティ、これは初めて。伊藤美誠さん、森島選手、お、杉本選手ですね。ラオウ、甲斐選手、お宮本選手、井上尚弥選手、大鵬関、また甲斐選手だ。ブーマー選手で、あ、千代の富士は3枚目ですね。前の開封でも出ましたね。稀勢の里選手、稀勢の里関でいいのかな。で、橋本大輝選手、森下投手、平選手、赤星選手、ウルフ・アロン選手、お、ソフトボールの山本優選手ですね。うん、3ボックス開けてもまだレギュラーは揃わなそうですね。157枚ぐらいありますからね。はい、157枚ありますから。はい、加藤選手、聖也選手、これは武井選手、ボクシング、お、やっと出た、風奈選手ですね。で、茅選手、ラストです。東尾選手、増井選手、お、前田智則選手、
バドミントンの廣田選手で、最後は北サンブラックでしたね。まだルメールさん出てないかな、どうだったかな。まあいいや。ではサイン見てみましょう。一応90枚限定なんでね、通常のサインですかね。サインだけ見てもわからないですね。うん、はい、お、村上舞さんでした。これ当たりじゃないかな。うん、当たりだと思いますよ。はい、ということで以上になります。ね、インサートは5枚必ず出るみたいですね。で、パラレルが今回これでした。150枚限定のカープコンビですね。これはいいですね。マイコレですね、これはね。そしてサインが村上舞さんでした。はい、嬉しいです。以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思われた方はグッドボタンを、また開封動画、紹介動画を見たいと思いましたらチャンネル登録をしていただき、次の動画をお待ちいただけると嬉しいです。動画のね、コメントもお待ちしております。それではさよなら。